っしょね。そんなあなたに朗報です。手に入れる簡単、私に見せるだけ。あなたのハート型のあれ、あんたライトナーでしょ。あんたの光見せてなんぼでしょ。えビッグになりたい、そこのあんた。スパームトン、ヤシの湘南できないね。これはすごい。そんなハート型のあれ初めて見ました。目に焼き付けました。半額セールの DVD のように、あんたとっておきお買い得あります。え、詳しく。いいお返事スライムくん。こんなお買い得、あんたの吹けつけば飛ぶチックな虫けらサイズ、人生で一度きり。もう大きさで悩まない。やろもう。うわー怖い。なんだもう大きさで悩まないって。時には思いっきり贅沢しちゃおう。あー回復もできるでしょ。これもう一回商談しとくか。信じるか信じない、私もかつてはビッグでした。誰よりも。でも今はここは人誠意見せてくださ。へえ、やだな、渡すけどさ。シクシク黒目馬、もっとありますか。黒目が吸い取られていく選択は、え、待って、ハニ黒目を送金してください。えわーわー吸われてく。わかりづらいと思うけど、すごくね、あのハートがね右に吸われてく。渡さない。そうです、お金の話違います。私セールスマン、お金のためじゃない。 F1 を押すとヘルプ。本当に押すぞ、本当に押すぞ。お前何があるか分かんないから押したくないけどな。ちょっと癒しの商談しよう。私が欲しい方は自由、自分の商談自分で舵取り。そして時には朝っぱらからリンクは削除されました。羨ましい、憧れる、あんたもなりたい、スパムトンみたいに商談に乗りなさ。乗らない。あんたも近くられたらありがたく受けて、それが大人の場な。無礼なやつに口から弾幕吐いてやられ。お住まいの地域、私の独身リアル。うわーなんか飛んできた、痛い痛い、全然避けらんない。光ったやつが飛んでくるな。癒しの商談ワンモアで、いいから商談乗れ。はい、素晴らしい、君はなかなかガッツがある。私の胃腸にガッツンと一撃、ヘルプ。 F1 をした、危ない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 、痛い。スパムトンは1997とつぶやいた。ご安心ください、商談保険ご用意します。しかも保険にはたったの2000クローメ、お買い得すぎて怖い、値下げしすぎて私の知り合いみんな死、払わない。な、持ってないのか現生。ああそうだそれ、やめて、笑い死ぬ、やめて、殺さないで、今別の商談を、ヘルプ。あーまたドルが吸われていく、ドルが吸われていく。はーい、しまったな、回復が間に合ってない。安心させ、私誠実、あんたの口座情報ドミンに記載の番号をそれだけくれ。そしたら1000クローメ無料でプレゼント。嫌です、な、いらない。君まさにビッグ、私と同じく、やけくそ。でも欲しいもの分かってる、そうでしょう。豪華商品、素敵な独身100名のご来店者様、そしてもちろんリンクは削除されました。最後の商談です、乗りますか。決めるのはあんた、無理とは言いません。へ、乗るかい。では商談成立です、お買い上げありがとうございます。You win。 あー金ちょっと減った。では次の手順ご説明。私は手作りのショップのアドレスで待ってます。ショップ所在地はゴミ捨て場内エリア終了のため閉鎖中、ただし一人で来。そして最後には大事なこと、いいねとチャンネル登録をして、さらにリンクは削除されました、ゲット。ヒヒヒヒヒヒ。はい、グラシャのゲーム実況チャンネル、チャンネル登録といいねの方そんなことね、俺言った覚えないからね。いや、あるかもしんないけど忘れたからね。オートビックス、何だったんだ、ポチッとな。はい、乗って、はい。さっきのやつマジ何だったの。クリス、ノエルを探します。ハイビームつけて。
このクイーンシグナルを見たらノイロはすぐに駆けつけます。どうしてそこまでしてノイロを探すんですか？どうしてってこの街は危険だからに決まってるでしょう。どこかで壁にめり込んで動けなくなってたら大変よ。カリウム不足で弱ってしまうわ。じゃあ、あなたはノエルのことを心配してくれてるの？このまま見つからなかったら心配ね。でもどうしてノエルなんですか？待って、理由はなんとなくわかります。あの子は弱いから簡単に下僕にできる、そうでしょ？違います。逆、あの子は強いから。え、強い？クリス、車を止めて。え、俺が動かしてんの？あの、どうかしたんですか？おお、ふう、ヒヤヒヤしたわ。いつまで経っても爆発しないから。ここからは歩きね。一旦別れよ。クリス、ノエルを見かけたらあの子に伝えて。私はノエルの好きなものを完全に把握しています。証拠を見せろと言われたら、これを。クイーンのミックステープが大事なものに投げ込まれた。ではでは。へへ。ふう。なんとなくだけでもうすぐこの街を抜けられる気がする。行こう。あ、また何や、ウェヨウェヨ。あ、また。あ、さっきはヒヤッとしたね。不思議な世界、大きな街、信じられないようなことばかり起きて頭がぐるぐるする。せやな。これはまたパズルかな。よし、そっちを歩いてみるね。おお、超えた。でえ？ブワン。え、で、で、え、何？頭がぐるぐるするっていうのは悪い意味じゃないんだ。知らない場所へ行ってみたかったの。そう？ブワン。ディセ姉ちゃんがね、いつか連れてってくれるって。こんな風に光が溢れてる場所へ。 DEC DEC DECE 一人ともまだ小さかったけど、はい。お墓の裏の森を探検したようなことを覚えてる。いや、知らない。ディセン BER かな。ディセン、BER かい？でもね、あのようなことは今でも懐かしく思い出すの。お姉ちゃんがアズくんの上着で涙を拭いてくれた。シナモンの香りのするあったかい。それでその時私、怖いのも怖く悪くないなと思った。ディセンバーだね。誰かが安心させてくれる。ちょっ、はあ、走って変な子。でもそれを知ってるのはクリスだけ。なんだかずるいな。クリスが変な子なのはみんな知ってるのに。おおう、おおう、あ、戻れない。なんか変なのいる。ルック、ボール投げゲーム。ああ、ボール投げゲーム、ボール投げゲーム。これすら何？やべ、フォフォフォ。どうしよう、戻ってきた。私そこの屋台に隠れるね。ちょっと見てて。あ、わあ。やるでしょ？商品は、え、あ、はい、はい、やった。え、あ、でもやっぱいらないわ。お、久々に出てきたな。だ、どうだ、見たか。な、スージー、あれは戦うためのものじゃないってば。前が決めんな、見てろよ。な、クリス、ノーグリス、俺の新しい攻撃技見てくれよ。え、あ、すげえ。少しだけ癒された。え、気候破壊。回復マスターの爆弾だぜ。そう、スージーこそが真の回復マスターだよ。なあ、ラルセに嫌味の言い方を教えたのは間違いだったな。
な、お、なんか仲良くなってるね。あれ、クリス、それ何？誰かへのプレゼントかな？バードリーに、スージーに、ラルセに、ノエルに。え？スージーに。は？え？てかさ、お前、これどこで手に入れたんだよ。多分、大船渡ゲームでも当てたんじゃないかな。あ、クリスが当てれるわけねえだろ。どうせ盗んだとかに決まってるぜ。盗んだ？そんなにまでしてスージーにプレゼントしたかったんだね。やめて。やめて。まあ、相当根性ねえとそこまでバカはできねえな。前に先越されて、俺もおとなしくしてるわけにはいかねえな。クリスがそんなバカをやらかすなら、俺もなんか盗んでお前にプレゼントするぜ。のこいつは生かした段ボールだ。わ、あ、わ、あ。え、ノエル？なんでそんなこと言うんだよ。チートかよ。ね、まあ無事でよかったけどよ。クイーン野郎にさらわれちまったから、何気に心配したぞ。ドキドキしてるね。なれ？てかお前、クリーン手下になったんじゃねえのかよ。ね？違う、話聞いてよ。聞きなさいよ。クリス、どうしよう。ノエルは敵だ。停戦したよ。ノエルは敵だ。絶対ダメだろ。停戦したんだ。そう、そうなの。停戦。クリスが中に入っていいって。ね、そうなのか？まあ、クリスがそう言ったなら、前殺すのは気が済まなかったしな。じゃあ、とっとと列に加われよ。な、うん。え？ 4 人パーティー？え、それとクリスがね、私の定位置はスージーの後ろだって。まあ、クリスがそう言ったなら。 いや、しれっと、誤情報流したね。あ、でも、クリス、スージー、ラルセイなんだ。ノエル、1個だけ聞くけどさ、さっき抜かした段ボールどこやったんだ？な、あれはその、あんたが吹っ飛ばしたんだよ。あんたが吹っ飛ばしたんだよ。今度あいつ来たらどうすんだよ。どうやって隠れるんだよ。ああ、回復が。セーブポイントだよ。回復ったけど。使えなくない？見てクリス、まだ回るカーティーバッグだよ。でも3つしかないね。誰か2人が同じカップに。じゃあ階段で登るしかねえな。あ、4人パーティーの弊害。ないのかい。すごい、なんか風船なのかな、あれは。高いとこ来たね。縦の横長バリア。これでスイッチを押して。待って、あの電流オフにする方、私分かったかも。このスイッチにずっと乗ってればいいんだよ。よし、じゃあ 置いてかれるよそれ。昨日宝、3が1の場において、1を3に配置してる。はい？ああ、もう一回降りてティーカップに乗る感じかい？ちょっと手間だけど戻りますか？やっぱこの3人の絵面が落ち着くな。でもこれでノエルが仲間に加わったら4人になって、全員で1つのカップに飛び乗った。カチッという音が聞こえた。それだけでいいですか？上まで行ってくれないですか、そのティーカップは。で、ノエルが加わったら、ねえ、もうスージー、まあ、スージーももうアクションできるから、ねえ、必要だけどさ。わー、風船。ハッピー。わー、なんかいる。クリス、俺の最強回復魔法見せてやるよ。マジで。え？避ける、ぶつかる、ぶつかるって何？ウルティマヒール。めっちゃ TP 使うじゃん、ちょっと。あなたのサービス、ぜひ利用させてもらいます。ピーポー、あい、ピーポー、ピーポー。あ、ほん。ピーポー、ピーポー。ナイスピーポー。ナイスピーポー。ナイスピーポー。ピーポー、イエーイ。 適当すぎんだろ。あ、これで合流。
ねえねえ、なんでさっき一緒に3人で一緒にティーカップに乗ってたの？ああ、風船な。風船？安心と付き合わされずに済んで正解だ。そっか。そっか。まあいいんじゃないの。イエーイって。わあ。はい、クリス、スージー。ちょ、待てよ。爆弾。怖い怖い怖い。弾幕が。痛い。カラフル弾幕が襲ってくるよ。あれ？ノエルは？ノエル消えたで、おい。ちょっと待てよ。ノエル？ノエル消えたが？あ、いねえし。あ、戻れない。やられたわ。え？ノエルは？ナチュラルにノエルどっか行っちゃったけど。ガチッ。ああ。ああ。ああ。出た。マウスたちに行く手を塞がれた。アップ、トラップオールアップグレード。アップグレードって何？ネズミの対抗手段っつったらこれしかねえだろ。にゃーお、にゃおーん。あ。敵が変わっただけだが。にゃん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 やで。優しい声。はい。わお。わお。わお。ラルセイアクション。おっ、スージー、エノセイが罠仕掛けたのお前だろ。あ、なんもないのか。えい、しれっと TP ボーナスもか。あれ、ノエルは？あれ、言う。ごめん、こんなに近くで花見んの初めてだったから。さっきの弾幕のことがあんだよ。怖えのか？うん、怖いかな。多分怖いからじっと見入っちゃったんかも。そうか。怖いものほどつい見てしまう系か。これ何ですか？は、は、はい。穴にネズミ入れた。おお。うわ、待てよ。え？おお、危ない。何だったんだ。はい。穴にネズミ入れた。20? 永遠に終わんねえぞ。じゃあみんなで分担したらどうかな。あ、私がネズミ離すから、上まで来たらスージーが風船を割ってクリスにはキャッチする役お願いしてもいい？それじゃあラルセイは。おおおおおお、あぶねえ。イエーイ、オチオチファイトだ。これあんまネズミが妙な動きをしなければよっぽど簡単だけど、へいへい、まあ、特に言うこともないんだけどさ。えい、余裕だな。はあ、ざまみろクソネズミ。スージー楽しそうで何よりだよ。まあこれならパズルやんのも悪くねえな。てかノエルやるじゃねえか。分担とかよく思いついたな。ね、あ、ありがとう。ね、次は俺の宿題やらしてやるよ。いいの？嬉しそうだね。ネズミでいっぱいだ。チュ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 ロケットかい？ネズミを助けろ。チュチュロケット。猫は怖い。おお。やったぜ。怖い。またなんかさ、どっか入れたりさ、しませんか？しませんね。わあ、なにあれ。見て、泉まであと少し。あれがクイーンの館だよ。え、待って、ここへ来ちゃったら私。クリス、ノエルを連れてきてくれたのね。やっぱりあんたと私は最高の停戦メイト。でも残念ながら、これでクリスとの停戦メイト関係は解消です。
ノエル、こっちへいらっしゃい。いや、でも私、ノエル、一度しか言いません。一度だけ何度も永遠言い続けます。こっちへいらっしゃい、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 こっちへいらっしゃい。でも、ノエル、迷っているの？じゃあ、わかりやすく、プログラミング的に説明してあげるわ。悪いね、こぼるしかわかんねえんだ。今さら使えないこぼるしか。If、もしも、ノエルがクイーンの言うことを聞かない。全、その場合は、とある鳥が3駅の川に流される。バードリーかい？スジ、ごめん。みんなともっと一緒にいたかったけど、バードリーが捕まってるなら危ない目に遭わせるわけにいかない。ノエルちゃん、そんな悲しい顔しないの。残すは最終ステップのみ。クイーン様、素敵、麗しいクイーン様、やっと見つけた。そこら中の中古ゲームショップを探し回りましたよ。あら、ノエル、どうしたんだい？なんか微妙な顔して。おるね。OK、プラン B です。ああ、さらわれる。ああ。何すんですか？どうやらノエルの意志は力ずくで解放するしかないようです。ノエルの顔をロボットに改造すればいいかしら？そんな話が違う。僕が協力すればそんなことはしないって。嘘変換。トゥルーに設定。嘘変数。二人で天才活しようって約束したのに、こんなのフェアじゃない。ではここはフェアに行きましょう。みんな公平モード発動。あ、4つしかないから。でもラルセイがまだいるぜ。さっき調整しておいてよかったわ。どうして信じていて言ったじゃないですか。自分はゲーマーだからって。バードリー、私はモバイルゲームしかやりません。嘘だー。私の計画実行をあんたらのうち一人に手伝わせます。その一人とはノエルのことです。あとの子たちは自分のお部屋に行ってなさい。ああ、ラルセイ。僕は？あらやだ。あんたまだいたの。檻は4つしか作ってないわ。どうしましょう。困ったわ。もう檻はコリゴリだよっつって。なんだ。Windows XP 的な背景だけど。新規ルームユニットは作って気に入ってもらえたかしら。見ての通り、あんたらが興味あるもの何でも揃ってます。あんたらのネット検索履歴を参考。最悪だ。いろいろ揃えたのよ。あんたらが退出を要求することはないと判断します。周辺アイテムをひたすら眺めるだけの幸せを堪能しながら、世界征服完了までしばらくお待ちください。ではでは、のし。おい、クリス、聞こえるか？別の部屋と連絡は取れるようになってるっぽいな。便利でしょ。ちゃんといろいろ考えて作ってあるのよ。せよ。よし、とりあえずこっから脱出する方法を考えるぞ。ラルセイ、お前なんかいいアイデアないのか？いません。そう、あいつのあのゆるふわの叫び声。クリス、今のはきっとラルセイの声だ。早く脱出しねえと。お前なんか使えそうなもん持ち込んでねえのか？ランサーかい？ほっほっほ、僕さんを自由にしてくれたら自由にしてあげちゃうぞ。ランサーかい？ランサー、ゴー！お待たせー。僕様、待ちくたびれたぞ。ランサー、マジかよ。バックリたんかと思ったぜ。バクバク食べるの好きだけど、お前たちの方でバックリはしないぞ。僕様はクリスの広々快適なズボンホールでくつろいでただけだ。ポケットな。ああ、何から何まで全部見たぞ。ズボン、委託図、いろんなアイテム。ワイルドのママがお前たちをビリビリの檻に閉じ込めるとかも。ああ、そうなんだよ。閉じ込められちまってさ。あ、ってことはジェットコースター乗ったとこも見てたんか？見てたぞ。最高だったぞ。ジェットコースター生まれて初めて乗ったぞ。みんなで終えてないさには楽しいね。バカウケだな。なんで俺の逃がしてくれてんじゃねえか？ああ、そうだった。オリコボックスも頼りの相棒。前たちをパパッと解放。なあ、どうやって使うのやろ。僕様にはさっぱりなさ。新規ルームアイテムをリクエスト開始しよう。アイテムリクエストシャーベル。個数999。シャリフの。大成功だぞ。さあ行くぞ。
おう、僕様も名前を知ってる青い岩の名前。シュワシュワする入浴剤がたくさん入ってる。いろいろなナイフの形をしたゼリーだ。超鋭い包丁ゼリー。ジャンゴリングなどの技を解説したジャンゴリング入門書。マジック。カレンダーだ。大学お休みになる日に丸がついている。夏休み大学いつ。ドット絵のトリエルがピアノにチューしている。ゲームピアノチュートリエルピアノゲームのインストール方法を解説した VHS だ。ピアノゲームチュートリアル。通信デバイス。クリス何やってんだよな。頭突っ込んでみた。ああそれなら俺もてんなことやってる場合じゃねえだろ。そうだね。しゃべるリクエストでクラッシュしたようだ。いわゆるどんどん送るしゃべる攻撃だ。 DDoS かいクリスよかった。ランサーお前マジでデカしたな。イエーイ。主ノエルとラルセイが助けを待ってる。行こうぜ。おうエンジン全開だ。ゴフォゲフォ大丈夫か。あなんか消ええどうした。おうランサーどうした。うん大丈夫。ちょっとすごく寒いだけ。ああ大丈夫かランサー。わエンナどうした。燃料切れかい。今回復してやっから飛行派な。ありがとう数字。でもそっダメだ全然足んねえ。クリス急いでラルセを探そう。あいつならきっと直せる。おおセーブポイントから遠ざかるな。いや待ちたまえ。まさか僕を置いていくつもりじゃないだろうな。そのつもりだけど。でも囚われの姫君ノエルはきっと今頃と囚われている僕助けに行かなければ彼女は。あってはな来てもいいよ。ただ喋んなよ。おおマジか。ちょっと回復させセーブさせて。尺がギリギリなんだ。本日2部屋目のカスタマイズ済みルームからの脱出を果たした。別荘パワーがみなぎった。というわけで、今回この辺で切りにしたいと思います。本当はねバードリー戦のところで30分いってたんでくぐりたかったんだけどね。分割パートですね。はい、そんなわけで、一回切りましょう。ご視聴ありがとうございました。